リアルヒップスター対ゲットプレイヤーズ3年ぶりのダブルタッグタイトルマッチ、俺らは満を持して今日このリングに上がります。試合後ダブルプロレスは完全に変わります。一発目の今日はダブプロレスのパワーブロールスタイルでした。で試合はアフターパーティー最後の乾杯で行ってみたいと思います。それは行きます。3、2、1、サルイエイ。おい、カス野郎、前回はよくもダブプロレスの新たなカス野郎として俺からベルトもぎ取ってくれたけども、次はな、俺の最強のパートナーリーダーがいるからな、お前らのリアルヒップスターなんか負けてへんからな。お前の人々ぶっ飛ばしてまた覚醒せんっていうから覚えとけよ、かっせえ。